今回は無駄話よ無駄駄話話よ冒頭から無駄話宣言は動画視聴数を稼ぐには得策とは言えないと思うにゃいいのよこのチャンネルはどうせ視聴数なんか稼げないだろうと思って始めたものだからまぐれで視聴数が増えててもそれはあった,かたのごとくよましかたないわね先に無駄話宣言するのは良心的ということで最近見たロボアニメの話をまとめてやるわ個別で語るほどではないのでじゃ目次だけ先に表示しとくにゃネタバレ回避や これ見なくていいやの判断に使ってにゃ。メカブチャンネル無駄話機動戦士ガンダム「水星の魔女」第2シーズン1話感想本放送を見逃してしまってやっとネタフリーで見たところよ面白かったわ相変わらず丁寧な作画とかこうお話構造いい感じだったけど自分が語るようなところはあんまりないわ確かにメカは普通に良かったけど 特に語るよよ。うなな感じの場所ははかかかっったたもね。お話として良わよ前回がトマトエンドでその後各キャラがどうなっていたかを丁寧になぞって細かい不協和音を見せて新しい異物を入れてかき混ぜて次回への引きを作って終了理想的な第2期の開始だと思うわよその通りではあるのだけどそういう普通なのは別に期待してなかったのよ何を期待してたのよ開幕からスレッタが火炎放射器でデリラ焼いてるとかいきなり北斗の剣になってるとかそういうテンポを期待してたのよ なぜここで高橋さんとクリスペクト荒木広彦の漫画術で読んだ記憶があるのだけど物語の描写は2つのみで良いと話を進めるかキャラを掘り下げるか少年漫画においては話が進まないのは苦手話が逆行するのはダメだと。おタロットカードを使い切ったところでエジプト救援星を出して肩すかしを食らわせた荒木広彦をしてキラヨシカゲを追い詰めたところで川尻工作に化けて逃げられるという作劇をした荒木広彦をして いやいやいやまだにきっちりはだけだからこの後に期たいだけどお話がにいつまりきった後に平穏なところからまた積み直しかと思うとかったるくって重傷うだうだしてるシーンはなかったのは良いのだけどもやもやしてるシーンはもっとすっ飛ばしてもよかったなとせっかちなのねこれはバニラアイス線からそくりに行くと感情の上下が少ないから抜けさこを挟むみたいな気遣いじゃないかしら君たちジョジョを一般常識として語るのはやめるのにゃ。 ロボコップ1で人間性の回復を示して終わっておいてロボコップ2になったらまた人間性回復話やってるのがっかりしたという話がさっきの荒木ひ彦の本に書いてあった気がするのだけどロボコップ12を見てるのを一般常識にするのもダメなのにゃこの前プラも教師郎で失敗したのを学ぶのにゃ襲撃事件があり巨人にがあり重要キャラクターが一堂に返した後でまた学園ものやってるのが難儀よね話がクライマックスまで来ているのに。 無理にまあーキも学園ものをやるってのは初期から言われてたしこういうクールダウンがないと盛り上げが効かないし学園ものクラスモビルスーツクラス鉄闘という無理のある設定を勢いでぶん回して見事に見せてきたけど一息ついちゃうとアラが目立っちゃうからもっともっと勢いで駆け抜けて欲しかったのよこの戦闘局面シーズン2の1話だけ見ても終盤ちゃんと物語は加速したじゃない。モビルスーツで人間を攻撃は 前回のトマトエンドもだとインパクト弱いしインパクト弱くねえよ白昼堂々だしモビルスーツで踏みつぶし発砲しかけだよ最近踏みつぶしたアムロさんとかバルカン発砲したカミーユーさんとかやりすぎに慣れてるからこれだからガンダム世界の住人はあとこの高さからのライダーキックはもともと水星の魔女ってリアリティレベルが不安定で分からなくなるからちょっとリアリティレベル下がって感じたわもともとこの辺のリアリティレベルなのだけどね 学園での決闘や企業の代理戦争宇宙と地球の対立それが少女がキーとして動くなのよね時々ものすごくリアリティでレベルを揺さぶるからもうちょっと高いレベルでやってなかったっけど作とを「伝説巨人イデオン」第8話まで感想今 YouTube で毎週1話ずつ公開してるものね6話までは敵バフクランが重機動メカを出さないのでイデオンが飛行機を殴るみたいなバトルばかりで渋かったわ。 ミサイルとイデオンパンチぐらいしか見るものがないのよでも7話から待望の重機動メカが出たのよ7話ギランド8はドグマックさあ殺感操戦やるわよちなみにイデオン見るの何回目かなのだけど面白いわこんなに面白かったっけイデオンは登場人物が揃いも揃ってコミュニケーション不全なのでそこを楽しむと腹をくくってみると面白いわよねテレビ版は全部見ると長いのでつい映画版見て 全部見た気になっちゃうのだけどテレビは尺を使ってずっと圧を高めていくのでテレビ版ならではの面白さがあるわねイデオンは出てくる男みんな揃って俺は言うのうって思ってる無能ばっかりで大好きだわメガネ好きそうよねトバジバの魅力に浸りたいので早く話が進んでほしいわ今回見直して面白かったのだけどただ初見当時何がつらかったのか分かったわまず話が現実から飛躍しすぎてるのよね宇宙移民デスドライブ 冒険マワース異星人遺跡から出てきたロボが超巨大ファーストガンダムでは地味な日常からボルテージ上げてくけどイデオンは初っ端でぶっちぎってるからねこのあたり藤子不二雄だと地味な日常にいくつやってくるドラえもんやオバキュート頭っから全部非日常の二十一右衛門やモジャコウの違いというかいきなり独自世界を展開するならキャラクターとの親和性がいるけどイデオンはキャラめちゃくちゃギスギスしてるからあ言わんとすることはわかるわ んでやっと出てきた10機動目か見て思い出したけどイデオンはバトルの盾はあんまり面白くないのよあんまり面白くないのよ,いよ言い方言い方もっと全方向に気を使いなさいイデオンのバトルすごく派手じゃない動きや絵の表現はすごく良いのよただこういう形の敵だからこういう攻撃かなとかこういう攻撃が来たらこっ返すとかそういうのあんまりないのよ面白くない時のユニコーンとか。 マクロスのバトルみたいな、消化試合感。アディゴ、小型、高速、高火力、大群。が出るあたりでこれはどう戦うんだと思えたけど、今回出た、ギランドウとドグマック、なかなかの偉業でどういう戦いをするのかなと期待するわけだけど、まあ、あんまり盾としては、面白みがないのよ。ンム売ってるだけとか、初日取ってるだけとか。作り手も受けても盾に興味がなくて、それ以外のところで話が盛り上がってるから。ああ。 イデオンって基本的に登場人物の行動が物語に影響を与えないので戦闘も盾が意味をなさないのよねなんなら人間ドラマも無意味だけどイデに振り回されすぎるイデオン全39はどのタイミングでイデが発動しても話は同じというか敵に勝つも負けるもイデの見心次第というかファーストガンダムの玉切れして接近戦ギリギリで回避して敵の腕を切断みたいな盾は期待できないのよ盾つけが盾つけだからね ガンダムの盾みたいにはいかないわよ。別にガンダムと同じことをやってほしいわけではなくて、なんかこうバトルを楽しいと思いながら見たいわけなのよね。バフクランムの出撃とか、あれだけ異形メカばかりなのに、かなり丁寧な甲板発進なのよ。普通にテンション上がるし楽しいわ。でも、サイズがとんでもないので、こういう戦闘を毎週やるってのが、ずいぶん厳しい気がするのよね。あ、ガンダムがオデッサ、ソロモン、アバワク以外は割と小規模戦闘ってのと対局的ね。 イデオンは戦闘は小規模なのだけどサイズが大規模すぎるのでお話の規模との相性がまたソロシップ側が少人数すぎるしね序盤なんかバフクランガーの大規模で動いてるのがちょっと異常全体的にリアリティレで出るはそんなにあげれないお話構造なのよね異星人とのコンタクトと無限エネルギーだからそのあたりガンバスターとかは勢いで流してて見やすかったわねガンバスターはテレビシリーズじゃないから戦闘回数を抑えてるし えに戦闘時にはコストかけてすごい絵になってるわ。その辺は、イデオンの映画版が見やすいのと同じよね。お話的には、税金投入して時間をかけて、いろいろなものを犠牲にして作った軍理が、マッハで溶けていくのが気持ちいいわけだけど。イデオンは、そういうのやりにくいわよね。テレビシリーズだし。結果として、イデオンはおとぎ話なのだけど、おとぎ話を一年引っ張るのは辛いわよね。だから映画化して、その辺のテンポ上がって超良かったと思うんだけど。 逆にテレビ版のゆっくりやつが高まるのは映画では無理なのでいたしたいしよねせめて重機動メカ戦闘がもっと凝ってればミサイルはいいんだけどね「太陽の牙」「ダグラム」第33話まで感想これも YouTube で毎週1話やってるのよねダグラムは世界観最高メカ最高ラコック最高デスター最高サマリン博士悪魔といろいろ最高なのだけど部長的にはバトルシーンは 盛り上がらないのよね盛り上がらないわね33話ではデロイヤに武器をこっそり売って利益をあげようという話でラゴックがはにくダグラマー本当にキャラがいいわスキルはあるが人望がない理想はあるが実現力がないリアリストだが周りに恵まれない理想主義すぎてやってらんない人望があり実行力があるが悪魔もともと小物がボタンのかけ違いでグズグズにこの。 ろくでもないやつ揃いたまらぬはクリーンがボンボンすぎてイライラするけど高く節よくて最高特にさマリン博士が崇高な目的を掲げたからには手段を選ばない若い命を駒として使うそして負けたと悟った瞬間に無駄死にを減らそうとする非人間的だが非人間ではないロジカルに悪魔かっこいいあれクリーンを象徴的に巻き込むのとかとんだ地獄じじいよねオーモンガーのレギル将軍とどっちが増したレイク・ボイドも理想的な行動が 必ずしも人の心を打たないってところが最高よ後腕毛が濃いのもいいわこの人がいないとクリンがバカだから理想を成せないに見えちゃうの立場と知性があっても無理と示すのよねそう腕毛が濃くても無理なのよメガネはキャラだと語るにゃダグラムはバトルがねもう少しひねりがあるとか見栄えが良ければ本編見ないで情報誌見ながら模型作ってるみたいな人がいたというのも多少理解できるにゃお話も青函戦争なのに 議会が村役場みたいなムーブなのが気になるけど、劇伴が昔のアメリカドラマみたいに派手なのでなんか、すごいもの見てる気がするわ。色々補ってて素敵よね。ダグラムは本と愛憎が入り乱れるわね。当時キットの出来もいいし、最新キットもよくわかった作りで良いのよね。設定石メカ石劇伴医師、キャラ石全体はグダグダ、もう自分の好きなとこだけ、愛しましょう、となるわ。そうね、ラコットでスタンを愛しましょう。 ザンボット3第18話まで感想ちょうどここ2週間で人間爆弾の回だったわいやあれ食いわ当時キッズはどうだったのかしらね <laughs> 普通のエピソードの一つとして消化したというか特に気にしてなかったという話も聞くにゃ正直昭和のアニメはあんな感じだしターゲットの子供もそれほど気にしてなかったかもにゃ昔の人は殺伐としてるなお話的には全23話なので割とスルスルサフサフ進むのよね メカとその戦闘に関しては結構語りどころがあるので別途動画にするかもなので今回はあんまり触れないわあそうなのビッグオー第7話まで感想これも毎週 YouTube でやるので見てるわロジャーが普通に6でもないので主人公として珍しいわねキャラの良さ絵の良さいろいろいんだけどメカのデザインも良いんだけど実際物語の中でメカは主眼じゃないから あんまり丁寧に処理されないのよね。メかって呼吸とか整備とか発信とかそういうところを描かないと舞台装置になっちゃうからあ,ああいう操縦システムとか好きそうだと思ったけど大好きよ大好きなのでもうちょっと踏み込んでほしいんだけどそういう方向に踏み込む作品じゃないのもわかるわないものねだりをするのもどうかと思うとなのでこうもんもんとしてるわいや。中 ロボットアニメ見てるのね思ったより見てるわね以前見たことあるのは動画作りながらだけどそういえばコメントで「部長のメカ知識は何でそんなに広いのか?」ってきてたわよてれるわね多分褒めてないわよ単純に人生においてメカロボ以外をすべて犠牲にしてるからにゃ部長美少女なのにメカ以外さっぱりだからねお小遣い全部プラモに回すし寝ないでロボ書いてるし書かなくてよい角田博時間かけて書いてるのはどうかと思うけど フリートークは終わらないのでそろそろ閉めるにゃそうねフリートークだとキャラ話いっぱいできて楽しいわそれじゃそろそろせーのジークメカ,メカブチャンネル部長は心臓に向かう折れた針チャンネル登録コメント高評価サンクスボタンありがとうございます励みになってますメガネの編集が間に合ったらまた明日,たた明日多分きつい